おはようございます。現在私はですね、川上下野町というところに来ているんですけど、東洋三海面鉄道旅です。今回はですね、オールツーデーパスを使って鉄周囲に行ってきたので全編をお送りします。今回は全編後編をしてますので、どうぞよろしくお願いします。これからの行き先が6時34分発、こちらの駅まで乗車します。新型の5670を買いました。それではこちらに乗って終点まで乗車します。見えてきました、奈良線系普通電車。こちらの普通列車に乗車してね、北代表まで向かいます。多分愛媛スーパーラインに乗ってるんじゃありますかね。多分乗ってたらちょっと声かけますね。3両編成まさかこれ。これまさか飛ばないやろね。形がそういう感じがするんだけど、飛ぶなんじゃねえ、あれまさか。絶対飛ぶなんやろ、あれ。飛ぶなんや。新幹線みたいな顔してんのこれ。やっぱり飛ぶなんじゃ。
特急潮風のメトロのお姉さん放送が ないんやけど、たまに。ああ、あれ、うん、車掌放送の次、英語、自動英語放送が入るやつ。ああ、あれ、あれ、あれ、ないときある。最近俺と普段よく会うの、2424、2458と、さらにさっきの8000系、そして7000系、うん、さっきもあったやん、54も54も、よしから同じやん、しかも32も結構あってるけど、あとなんか俺しか知らん、俺ぐらいの人しか知らんやけど、なんか広島の三好市に広島トット鉄道というなんか鉄道系 YouTuber がおるね。あの方もむっちゃトップナン撮ってるらしいよ。前の四国旅行のなんか、あーゴールデンウィークの四国旅行なんか50回ぐらいトップナン撮ってるらしい。伊予鉄、JR 何で伊予鉄の坊ちゃんでしょ、俺。1号機。1号機。あれに不思議ないよ、これ。なんで JR がそれを借りよった。わからん。不思議やん。なんでこれは、俺は実質駅があるからね。これ、何にも押してもらわんから。さ、今日女、これ歌うと思う。見たやつよ。これ、結構これ、工場駅でもあったっけ。後ろの86もそうやし、こっちの8000もそうやしと。絶対違う食卓なんかや、2000円。これは5やな。これじゃない、これ特段ちゃうんよ。間違いない、こっちじゃない。こっちじゃない。こっちが特段やないか。もしかしたら。これは普通なんよ。こっちやないよ。2700円使われたよね、今。使われたら。ありえるよ。なんで異様な物語にしたやろ。家庭、家庭特段やな。家庭特段やな。これも多分色褪せたんだけど、色褪せた色なと思ったんですけど、俺もや帰ってこい、もうパソコン全部映さないか、待って、友達に送るのが大変や。そりゃそうだな。まあ、あいつがね、大晦日までアンパンマンスタンプラリーやっとるやん。これの鉄道っていうのがすごくあるの。ワンチャンAかもしれんや、なんか。提供します。じゃあ。これ見て。東京から松山です。新幹線取ってないのに東京松山って。え、分からん。おかしい。え、みかんの列車くん乗ったんやけど。本当よ。これいつも見よる。俺てかさ、俺さ、今度はタトッとかけてくれないの。それだけだと死にやりたい。これケープじゃん。駅ちゃんがマスクしとるやん。これあのもらっとる俺行こう。ゴロー駅ちゃんやん。ゴロー駅やん。これ福安寺まで乗ってるやん。しかもこれ福安寺町からね、そこからは移動できるんで。こっち下田駅終わってことだ。これどうあのさ30分の方がまだマシよ。なんで2時間とか1時間とか。バケモンやろ、これ。もうちょっとね、昼飯速攻食って、夕日からこれ乗ってさ、下灘行かんとさ、行ったらさ、見れるんやけどさ、そっから30分も待たないかんや。それよ。暇つぶしどうするんっていう話。下灘駅でも暇つぶしじゃない。覚えか。それそれ。うん。スマイル行っちゃう。なんか、部活の先生とちょっと仲いいんだけど。あとここ、あとここと来たらあと列車の時間があれなんで、あとなんかここ見たらなんかあれ思い出してしまった。あれというのは自動改札のやつ。自動改札あれか。自動改札なあればええのに。こんな線が来るはずない。
松山。多分さっきの新幹線特急券のやつ実現したよ。キャマン。いや、アメリカだ。また牛さんに遭遇した俺。あのミキアの牛のやつ。誕生日にも遭遇したやんだよあれ。マジで。結構遭遇するんか。あ、ここといえばあれや。あ、ほんと。NK の。バイクトマなんで。動画やってた。なんか来たんじゃね今。来たんじゃね俺の公開人数しか超えないけど。何が2100っぽいぞあれ。音的にも。2100? さあ、2100でしょうか。やっぱり。2103じゃね。ああ。うん。でも運行したの。あれごっちゃでしょ。運行中でらしい。マジかよ。今。あれなくした。お、モハゴさんや。モハゴさんや。うん。あー、おそらくあれ通常塗装やな。全く同じなんや。マジで。あー、そっか、今日、あれよ、国民の、そう、特別席や。海の人。なんだ、普通のやつか。公開電車乗るよ。マジ乗りますか、じゃあ。5007ラスナンギリギリ。あー、お座席埋まってるな。ドアが開きます。よっしゃ、俺ら面白くやるかな。俺ら歩くか、大手町まで。あ、了解。はい、じゃあ47秒、47。了解。愛媛スーパーライン VS イオーイオー&ニーバーで。そういえばこれ松山市に着いた時も金出してなかったね。マジか。さっきから大手町近いし。こちら方面は5番線にお待ちいただきます。170番。結構乗り間違える人多いんやな。2番市駅伊予鉄高島屋前駅、こちら方面は5番道後線行きお待ちいただきますようお願いいたします。野田さんは2番新規伊予鉄高島屋前行き、新規高島屋前終点となります。現場前大海道勝山町方面は5番道後線行きにご乗車ください。では発車しましょう。始めます。ドアが閉まります。伊予子さんが何か宝通りが伊予子さん発車します。次は大手町駅前。大手町駅前。白内障と。ここは。眼科レーザー治療と岡本眼科クリニック。コンタクトレンズのエイブル前です。天皇杯の新しい愛称、国民共済コース。国民共済コースは皆様へ安心の保障をお届けします。The next stop is Otemachi Station. Please change here for Takahama Line and Yokogawa Line. 次、止まります。ご乗車ありがとうございました。通るんじゃね。大手町駅前です。当該電車の方は横浜線乗り換えです。大手町駅前です。ドアが開きます。はい、お願いします。04、朝の
ったやつやんかい。あ、朝乗ったやつは。しかもさ、伊予鉄の券売機ってよくよく思ったんやけど、食券に似てて草。確かに。クミーティン自転車置いてきといて昨日は帰宅も行ったけど今日はクミーあと残念なこと一つ伊予鉄には急行とかそういう通過駅がないそう全部停車やろ全部停車やろ、通過だったら面白い確かに面白い快速列車とかああ通過だったらダイヤモンドクラス消えそうなんやけどななんかあそこに簡易階段つながってるんやけど階段だあんた登る登ったらあかんでなんかさ あの階段の形状が野獣店にしかにほんまやこれ以上続けると絶対1時間超えるので今日はここで終了しますご視聴ありがとうございました3の倍数じゃん完全に3の掛け算とりあえずここにええや